バレリオ・ロレンゾ・デロス・サントスは、ドミニカ共和国、サン・フワン州、ラス・マタス・デファルファン出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1993年に、ミルウォーキー・ブルワーズと契約を結んだ。1995年にマイナーリーグでプレーし、プロとしてのキャリアを開始する。1998年7月31日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、 メジャーデビューを果たす。2003年のシーズン途中にフィラデルフィア・フィリーズへ移籍する。2004年はトロント・ブルージェイズでプレーした。2005年はフロリダ・マーリンズでプレーした。7月9日の対シカゴ・カブス戦の9回表に、ウィル・オーマンの代打で出場し、メジャーデビューを果たしたアダム・グリーンバーグに、投じた初級の92マイルパーアワーの速球を、 後頭部に当ててしまい子宮により退場させてしまう出来事が起こった。その後のグリーンバーグのプロ野球選手としての足跡はアダム・グリーンバーグも参照。2007年はメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズでプレーした。2008年1月にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。3年ぶりにメジャーで登板したものの8月4日にディーフとなった。オフに FA となった。 2009年1月にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。しかし、スプリングトレーニング中の3月5日に解雇された。その後、統一セブンイレブンライオンズと契約を結んだ。2010年限りで退団した。2011年3月10日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約を結んだ。2011年5月26日にメキシカンリーグの ラグナカウボーイズと契約を結んだ。シーズン終了後に対談した。ありがとうございます。